こんにちは。ご視聴ありがとうございます。山梨県南小間郡にございます身延山久遠寺に来ています。今回の動画は身延山久遠寺の後編として奥の院エリアの境内の様子や山頂からの景色、そして光の玉炸裂シーンなどをお送りします。ちなみに前編ではひいこら言いながら菩提庭という悟りを感じられる階段を上がり、総坪数970坪という壮大な本堂へ手を合わせたり、華やかでいつまでも見ていたくなるような美しい彫刻の祖師堂でも手を合わせました。他のお堂や境内のあらゆる場所でたくさんの光の玉も撮らせていただきました。前編をまだご覧になってない方はぜひ前編もご覧ください。それではロープウェイに乗って山頂へ行きましょう。現在の身延山ロープウェイは2021年2月23日より導入され、40年ぶりとなる新型のパノラマビューゴンドラだそうです。久遠寺のある山麓から身延山の山頂標高 1665m までを約7分で結んでおり、その標高差は 763m で関東一だそうです。日蓮さんが53歳の時に身延山に入山され、9年間毎日山頂へ登られたそうですよ。ロープウェイを利用しない奥の院の参道コースは2種類あり、天然記念物の千本杉がある片道 8km の西コースと、日蓮さんがお作りになったと言われる大黒天さんがいらっしゃる大工房というお堂が中腹にある片道 5km の東コースがあるそうです。大工房の大黒天さんのお堂は予約するとご開帳してもらえるそうですよ。奥の院の本堂の四神閣という名前は日蓮さんがご両親を思う気持ちから付けられた名前と言われています。階段の両サイドに見える大きな杉の木は日蓮さんのお手植えの杉で樹齢750年と言われています。こちらの左側がお母様を思い植えられた杉で、途中にポコッと膨らみがあるのが印象的でした。いつ、そしてなぜできたんでしょうかね。こちらの右側の杉はお父様を思い植えられた杉だそうです。どっしりとしながら温かい優しさも感じる杉の木だなぁと思いました。この2本の大きな杉の木は身延町指定文化財天然記念物となっているので、多くの方に大切にされているみたいですね。霊山の清らかな水で手を清めたいと思います。龍が好きな方はライトワーカーやライトウォーリアといって周りの人を明るく照らしたり変えていく存在と言われています。身延山の奥の院の仁王門はとっても珍しいスタイルで、仁王門の中に入ってお近くで仁王さんにご挨拶ができます。通常は門の外側や網越しでしか仁王さんにお会いできないですよね。小ぶりではありましたが迫力があり、どっしりとした阿形像の仁王さんでした。そして左側の雲形像の仁王さんのところへも行ってみましょう。こちらの仁王さんも輪を寄せつけない迫力がありながらキリッとした凛々しいお姿でした。聖域の境内を守る頼もしい存在ですよね。仁王門をくぐるとたくさんの小さな光の玉や光の線が登場してくれました。それでは奥の院にて手を合わせたいと思います。この参拝のシーンで2つの光の存在を撮らせていただきました。1つ目は左側から本堂の中へ入ってきてスッと消える光です。2つ目は上の部分で、こちらも左側から本堂の中に入ってくる光の玉でした。本堂内は上がって手を合わせることができました。奥の院はこじんまりとした造りが多いかなと思っていましたが、こちらは本堂の中も豪華な造りとなっていました。続いては本堂左側にいらっしゃるお釈迦様に手を合わせたいと思います。この後のいくつかのシーンで光の玉が出演してくださいました。まずはお釈迦様の右手のハスの花のところに来てくださった光の玉。続いてはたくさんの光の玉が飛んできてくださいました。続いてのシーンでは、私が見た光の玉の中で一番大きな光の玉が飛んできてくださいました。お釈迦様の裏手の道は身延山の北側展望台へ行くことができます。この後、光の線が飛んできてくれました。北側展望台では日本広報ランキング2位の北岳、3位の真野岳、6位の悪沢岳を見ることができます。普段遠くを見る機会があまりないのでありがたかったです。境内に戻って上皇菩薩さんへ手を合わせたいと思います。光菩薩さんのお塔の裏手にも天然記念物の杉の木がありました。苔むす感じがこれまた美しいですね。周辺にも杉の木があるのに、お手植えの木だけが大きいのは、私たち人間の思いが木の精霊に届いているからなんですかね。こちらのご本尊の南部六郎実長さんに手を合わせたいと思います。開基堂の向かいが南展望台となっていたので行ってみましょう。南展望台は富士川や富士山を見れるスポットとなっていて、春と秋の数日ダイヤモンド富士を見ることができるそうです。それではロープウェイに乗って帰りたいと思います。今回の美濃山久遠寺後編の動画はいかがでしたか？霊山のパワーを視覚で感じることができるように、仏様が私たちにいろいろなものを見せてくれたのかなと思いました。前編と後編になってしまいましたが、身延山の自然と壮大な久遠寺の雰囲気が皆様に少しでもお伝えできていたら幸いです。また次回の動画で皆様にお会いできることを楽しみにしています。最後までご視聴ありがとうございました。